味噌デカ林。おはようございます。ということで、ね、出ましたね、ついにたけしを生み出した奇才奇才であり奇作の作者からね、新しいゲームがリリースされましてね、クソデカ林。さあ、これは果たしてホラーゲームなのかコメディなのか見ていきましょう。ブルブルン。いいね、これエンジンをかけろと。なんか前も同じようなこと言った気がする。さあ、トークダウン話は聞いてないんですけど、なかなかパンキーなロックな感じらしいですね。なんかイニシャル D を彷彿させるな。いいね。お、いけるいけるいけやってきたね。すごい、これほどまでの急カーブでコップに波一つ立てないなんて。得点やめろ。パパ乗ってんのか。ゆく、急なカーブが続いたけど車酔いは大丈夫かい。ああ、大丈夫。酔いしれでは開いたけどね。ああ、よかった。なぜか参道でこの曲を流すと、はあ、無性にコーナーを攻めたくなってしまうんだ。あ、そうなんだ。とか、音でいけえな。大丈夫かな。今流すのは危険だから消しておこう。そうそう、夕方頃には おじいちゃんのお家に着くかね。お前が言ってんのかい。夕方か、ママも来れたらよかったのにな。ママは臨月だから、赤ちゃんが生まれまで東京のお家で安静にしなくちゃしてなくちゃいけないんだ。ああ、そうなんだ。赤ちゃんが生まれたら東京で帰って今度は4人で暮らすんだよ。お兄ちゃんになるまで、ああ、お兄ちゃんになるまではおじいちゃんたちの家で、お家でお楽しく待っててね。弟かな、それと妹かな。ゆうくんは弟と妹どっちが生まれたら嬉しい。どっちも嬉しいけど、あ、友達みたいな遊べる弟がいたらいいなって。バッサー5ごっことかできるし。ああ、そうなんだ。そうだね。お、どうした、怖いぞ。パパたちが何とかしてみせるよ。いや、遅くね、それ。それは遅くねえか、今。うわ、やべえ、ちょっと酔いそう。あ、車酔いそう。ってパパに、あのーはねえだろ。まあ、子供だったらそういう使いが、言葉遣いもあるか。外のおじさんさんがいっぱい並んでたよ。あれはなーに？お、パパ、あれは生き肝地蔵といって、この土地に根付いた神様を祀るための石像なんだ。生き肝地蔵？なんだか怖い響きだね。この袖引山にはたたり神という怖い神様がいるんだよ。名前をカボメ様といってね、もともとは都で烏帽として仕える優しい女性だったんだ。しかし面倒を見ていた姫様が不治の病だとし、何とか治す方法はないかと占い師のもとを訪ねたんだ。訪れたんだ。ドゥーン。すると、もう怒ってるね。すると占い師はこう言ったんだ。赤子の生き肝を手に入れなさい。それも女児の生き肝でなければなりません。優しい女は悩みに悩みついた末、ついに決心した。この袖引き山に今日構えて妊婦を見つけては腹を裂き、女児の生き肝を手に入れようとしたんだ。しかし、避けども出てくる赤子は男児ばかり。次第に女は目的を忘れていった。ついに女児の生き肝に執着するカボメ様という山のたたり神になった。お前が何のかい。そしてこの話には続きがあるんだ。日本の神様は一度に大量の子を産めるんだけど。あ、そうなんだ。カボメ様は生きた人間に憑依して、あの世で大量に子を産ませ続けているんだ。あの世で。そう、女児の生き肝を手に入れるためにね。なのに一度に何百と生まれてくる子は全て男児。男児と分かると泣き声に感触を起こし、三途の川に流してしまうらしいんだ。自身の子を執着によって殺めてしまうカボメ様が、悲しみを癒すために立て出されるのがこの生き肝地蔵ってわけだ。近くに住む人たちはたたりを恐れて古くからこの地蔵を祀っているんだよ。子供に聞かせたの、そんなこと。パパ、ごめんごめん、大丈夫だ。これは古い言い伝えだし、それにおじいちゃんってとすごく強いんだよ。そうなの？じゃあバスター5って言うとどれくらい？そうだな、ブラックメタル将軍だってひとひねりでやっつけちゃうぐらいだね。だったら安心できるかも。なんだかいろいろお話してたらお腹は空いてきちゃった。おばあちゃんがゆうくんの大好きなカレーを用意してくれてるってさ。
ああ、ちょっとお前だったわ。もちろん、福神漬けもいっぱい買ってあるって。あ、なかなか声が安定しねえな。電話で言ってたよ。あてや、もう腹ペコで待ちきれないよ。なかなかくねってんだ、この道ね。うん、内側攻めすぎ。クソデカ林。まあ、おぉ。ん？もう俺か？はっはぁ。へってちょっと明るくするか。まあ、お気をつけてね。酔わないよ。あちっちゃ。うわ、あゆうくん、車の中でいい子にできてよかった。偉かったね。パパはこれから友達と用があるから、ここでバイバイになっちゃうんだ。わかった。でも、けどこんな時間からみんなで山登りに行くなんて、大人って大変なんだね。アホだ。そうなんだよ。大事な御用だから、パパたち頑張ってくるね。そうだ、お着替えが入ってる。少し重いから転ばないようにね。ペロブーン。着替えがたくさん入っていて、少しずっしりしている。僕のお気に入りのパンツももちろんこの中。あとそうだ、キッズ携帯だ。これは念のために渡しておくだけだが、カバンの奥に入れておくね。ペロペレー、バスタファイ、パパに電話。もうすぐ電話できる。僕らはいつも一心伝心。けど、今回は田舎のスローライフを満喫するから、カバンの奥に入れておこう。なかなか、なんか、なんかね、都会に染まってんね。おじいちゃんたちの、お家の場所ばっかりから、ね、そこまで連れてけよ。この駐車場を出たら、右に曲がってずっと行った先にある林の中だよ。林の中かい。去年来たばかりだからきっと覚えていると思うけど、気をつけて行ってきてね。右に曲がってまっすぐ。ちょっと待った。うん、なんなもんかな。ダッシュ。ちょっと待って。ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ、ダッシュ。はいはいはい。オッケーオッケー。行きましょう。クソデカ林。さあ、どんな林を聞かせてくれるのかな。駐車場出て右へ。ほうほう。まあまあ、田舎にしては香料が強いね。しかし俺は、グレて言うから、左に行っちゃうんだよな。いけねえな。さあ、どんな林を聞かせてくれるのかな？ジャンプボタンがないな。おっと、美容室。いや、これは、美容室だ。知らねえけど。まあ、これはザ、田舎って感じだよな。ここまでの田舎はなかなかね、ないと思うけど。光る。旧松沢付近、松沢村付近のバス停降りて以降の所属がわかりません。そうか。まだ見つかってないのか。多摩国産コミュニケーション大学映画研究会所属、たけし。たけし。そうか。ことが紡ぐ、日本の調べ、足立美恵さんによること教室。紡ぎましょうよ。あ、どっちも言ってる。下も上も言ってる。ああ、琴って線の数が多くて難しそう。そう思ったことはありませんか？この線、弦って言うんですよ。実際弦の本数多いんでむずいんです。けど、ハーフの方がむずいです。線の数が多いので。あ、ハーフの線も弦って言うんですよ。わかったよ。そら、弦って言うのはわかったよ。別に。おい！パンキーだね。ゴーさん、もう名前出てる。はい、はい、みたいな。腕組んで、どうした？ゆうくん、久しぶりだね。少し大きくなった？ゴーさん、久しぶり。今年で年中さんになりました。どうにお兄さんに見えるわけだ。こっちにいる間にまたヒーローごっこしような。今日は遊べないの？ごめんな。今日はこれからゆうくんのパパと山に行くから忙しいんだ。また今度遊ぼうな。あー、残念だな。けど山に行くのになんで楽器を持っていくの？これは、レイブパーティーだよ。山の中でどんちゃん騒ぎをするってわけさ。はあ、大人って大変なんだね。今度だったら新技のパスタファイアを披露するから楽しみにして。楽しみね。おう、楽しみにしてぞ。いいやつだった。めちゃめちゃいいやつだった。まあまあ、妹、男児しか生まれないんだな。まあそんな問題はねえんじゃねえかな。ここに住んでんだ。酒井さんって言うんだ。あー、なかなか雨風をしのげそうだな。
お、うっかり食堂、感激ラーメンじゃん。お助け、どういうこと？店名がお助けなのか？あ、いける、あ、いけないのか。これなんて草だろうな。あ、これ、セイタカアワダチソウじゃない？あのね、セイタカアジソウは悪くないのよ。あ、お、いっぱいいる。ね、豚草の方がダメなのよね。そこら辺は、あの、間違いない。おっと、すまんな。おっと、すまんな。ね。セイタカワダチソウはね、ハーブにも使えるのよ。知らねえけど。豚草なのね、問題は。あの、花粉症とかね。そういうのに、問題があるやつはね。このビニールハウスはなんか、研究所みたいな感じだな。なんだ？早い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 。閉まる、閉まってから車でが早すぎる。ドゥーン。あれ？おーい。鉄夫さん。ナオコさん、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 ナオコさん？鉄夫さん、お久しぶりです。大丈夫？ああ、ゆうくん。久しぶり。もしかしてもう、パパたち、公民館で待ってる？二人とも待ってますよ。あれ、山に行くのにドラムスティック持ってくの？お前ドラム担当か、うん。これは植林だよ。苗木の代わりに植えてみようかと思って。うはぁ。会えねえの。そうなんだ。また今度バスターファイブごっこやろうね。もちろんさ。おじいちゃん血まで気をつけて。なかなか、首を痛めそうだね。おじいちゃんち林の中だから、まあ、でも、これなのかな？林ではないよな。もっとあっちかな。お、道を封鎖すな。迷惑。まあ、農道なのかな。カリンビールか。甘そうだね。コントローがなかなかセンシティブだな。ああ、いろいろ揃えてやがるぜ。あの林の中ってことか。これは関係ねえのか。あ、ラーメンだ。うっかり閉店しちゃったか。お助け無用。そうか、ダメだったか。俺この顔なんか見たことあるんだよな。そうか、ダメだったか。まあまあこんなとこにね、まあ知られざるね、ラーメン屋みたいな感じでね、流行りそうなもんだけどな。お助け、お助け、墓だ。まあ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 、間違うこともない墓だな。これぞザ・墓って感じ。何言ってんだい。墓参り行かなきゃ。そういや、墓参り行かなきゃ。わーい。なんか輝いてるこの家。うわー、俺が来る前からずっと右手上げてんのかな、ハンズアップして。バスケじゃねえか。辛いんだよな、あれ。まあ一応敵情視察はしながら行くか。このチャリでけえな。まあなかなか騒いでもね、周りに迷惑がかからないからね、こんだけ山だったら。うえ、元気？おや。いらっしゃい。ここまで大変だったでしょ？おばあちゃん、久しぶり。全然へっちゃだったよ。まあ。まあ、かっこいいわ。いつも友達をヒーローごっこで鍛えてるからかしら。へへ、おばあちゃん見てね。ラッサーファイヤー。うわ、今ので力が底を尽きちゃったみたい。お腹空いちゃった。うふふ、ゆうくんの大好きなカレー用意できているわよ。おじいちゃんは心待ちしてるわ。家に上がって顔、お顔を見せてあげて。仕方ないね。わだね。お邪魔します。まずおじいちゃんに挨拶しなくっちゃ。わだね。あ、いいね。俺さ、こうやってさ、こう玄関入った時に、一回こうワンクッション置く構成好きなのよ。すぐ、部屋とか、すぐ、扉はまあいいか。まあこう、こうちょっとね、こう、キュッて
って言ったりね、ご飯クッション廊下を挟むみたいな構成がすごくスファンキーロックだね、メタルだね、メタルメタルデスメタル、おーおーだーおーおー、ごめんなじいちゃん、ちょっとこっちの方がいいわ、ちょっとこっち気になっちゃう、ここ誰の部屋だよ、はあ、トリビームいそう、ああのアメリカ西海岸のキュウリ野郎どもは殺人的なスラッシュメタルで日本を征服、フレッシュゴッドキューカンバー、ああ日本の大学大暴れ、暴れ結局映画化したんだ、たけしヒカルの意思を継いだのかね、普通に面白そうだけどね、だ俺の想像と違ったね、巨大生物なんだキューカンバーは、はあ、もうてっきりね、この人型サイズがね、ペペペペってこう襲ってくるんかと思ってきたわ。キルボド。キルボド、デイユーフォーラーイエット？ Are you horror yet？ まだホロしてないのかい？何の話よ。月刊、総力特集。音楽雑誌かな？なんだこれ。ああ、ああ前にテレビで見たことある。確かミュージックプレイヤーって言うんだったっけ？ああ今時、いつも世代だろうな。この感じの iPod ってサブスクがなかった時代はパソコンから音楽を入れて聞いていたらしい。ああもうサブスクの申し子じゃねえか俺は。カエルの目をしたスピーカーが可愛いな。カエルの目をしたスピーカー？ああこれスピーカーなんだ。そんなんあったっけ？パソコンは旧型。あーすげえ。俺の眠ったギターはいつ火を吹くんだろうかね。火吹きめっちゃ困るけど。あ、ヘルニアだ。北欧からの地獄の叫び。30代からの腰痛の辛さ。ヘルニアー。ヘルニアは別に。30代か。まあ、大変だな。やばい。いろいろ見ちゃう。あ、いいね。AI で出力してそう。ははは。いいね。ですだね。メダルだね。ごめんな、じいちゃん。先に探索しちゃってよ。キャンパス。ん？キャンキャン。あ、ここにも入ってる。なんで家の中にこのポスター入ってんの？あ、つうか、おばあちゃんじゃん。おばあちゃん、この宣伝はちょっと、紡ぎましょうよ、しょうよじゃないんだよ。数珠を作る月刊、習慣だったわ。これ多分、一粒一粒届くんだろうな。一年ぐらいかかってんだろうな、これ。まあ、この感じは3ヶ月とかかな。袖引き、強度紙とかあるね。お？なんだ？大声林を。足立区の先祖である実盛になって書かれた当時の音楽理論を解説したものを現代風に翻訳を行ったようだ。カスみたいな呪いをかけられてガチで落ち込んでる。しかし現代の演奏技術ではあいつを打ち倒すだけの音数音量を表現することは不可能だろう。力士がひっくり返って号泣するくらいクソデカな囃子を演奏できない限り対抗できる呪力を生み出せそうにない。理論を書き残すので、あとは子孫たちに託すことにする。とにかく勉強し毎日8時間は演奏を練習するのにつら友達をなくすまで練習すること、それはお前のなんか個人的な恨みがねえか。残りのページは音楽について書かれているが、ページがことごとく破られており、ほとんど読むことができない。あー、こっちは。カボ名文録。サネモリによって、サンズの川のほどに封印されたと伝えられているカボメだが、あー、特定の条件下で姿を現すという、以下のような伝承が存在する。なんだ、建暦3年、足立実盛の子孫である足立、竹氏は、幕府から命を受け、慰霊祭の祈祷を行うために、鎌倉へ向かった。竹氏の妻は臨月であったために、袖引きの指定と残し、5歳になる息子を連れて旅立つことにした。慰霊祭の前夜、竹氏は息子を宿に預け、幕府の恩情にて、明日の準備を念入りに行っていた。準備を終えて、息子を迎えに宿へ戻ると、閉めたはずの扉が開いていることに気づかついた。部屋に入ると息子の姿は見当たらず、呼びかけても返事はなかった。と窓の外を見ると、薄明かりの中で青白い顔の女が息子の手を引き、庭の奥へ消えていくのが見えた。竹内は急いで追いかけたが、二人の姿はもうどこにもなかった。
竹内は不安に駆られ、袖引きの指定に残した妻とまだ生まれていない我が子のことが頭をよぎった。夜を徹して戻った彼を待っていたのは、苦悶の表情で血の海に横たわる妻の姿であった。妻の腹は切り裂かれ、腹の子はもうそこにいなかった。竹内は全てを悟った。かつて自分の先祖を封印したおぼめの怨念が、かぼめだったわ、かぼめの怨念が自分の家族を及んだのだと。それ以来、足立家では母親が臨月の間は第一の長男は袖引き町から出してはならないという掟が生まれた。足立の子孫たちはこの掟を守り、かぼめのたたりから家族を守っている。なるほどなるほど。じゃあ自分はここにいなきゃいけないんだ。うわー、森城してやる。もう黒ずんでんじゃん。だからここに連れてこられたってわけね。なんか捨ててたんだ。確実に稼げる方法、副業。はあ、なるほど。 AI に丸投げ。まあそういうのなんかたまに宣伝されるよね。あ、線がいっぱいある。紡ぎましょうよ。そうはなんでんだ。おー、電気代。何、バッテリーで動くタイプか。レトロなのに現代。レトロなのに現代。ああ、なるほどね。じゃあ自分はやっぱ預けられるべくして預けられてんだな。ごめんな、ちょっとじいちゃん、ちょっと先にこっち行くわ。先にちょっとマップをね、やっぱ把握しと。おっと、あ、3人分だ。ちゃんと用意してくれてる、俺の分も。スティックね。掃除機のさ、最近なんか昔はサイクロン式とか言ってさ、紙パック不要とか言ってめちゃめちゃなんか押し出してたのに、なんか急に今最近なんか紙パックはなんかエコーとか捨てやすいとか言ってまたカムバックしてるよな。あれちょっと許せねえんだけど。お前どっちかにしろ。ああ、あからさま。まあ、なかなか抑えてんね。なんか聞こえる。ダメだ、開かない。開けようとすな。子供ながらに危険を感じろ。これは、あ、開くんだ。おう、おもちゃーん。おや。おや。おじいちゃんに挨拶してあげた。ゆうくんが来るのはずっと楽しみにしてたのよ。いやー、まあ、ちょっとまだじらしてて。あ、おー、往年のポン酢と往年のごま油だね。あ、往年の七味唐辛子だ。往年のキャノーラ油も。あ、この料理を見たことある。あ、ビーズ、あ、違う、ピースだ、ニューピースだ。上質なバージリアバの香りブレンド。お、いいじゃん。カモカオカオなのかな。あ、これ家にある、このボトル。あ、二人、あ、これクリーンだ。どこに喜びを見出してんだ。なかなか黄ばんでんね。紫外線黄ばんじゃったか。あー、これ汗ジャブジャブになるやつね。さすがに風呂沸かねえか。もうこんなもんかな。さすがにそろそろじいちゃんを待たせるわけにはいかない。よし、行こうか。ふい、じいちゃん、こっちから、こんにちは。ちょっと待ってね、先にちょっと。あー、10時、嘘だろ、夕方だったぜ。あー、蚊取り線香だ。縁側はないな。ちょっと待って、じいちゃん、先にちょっと新聞。あ、たけしー、光だったわ。袖引き新聞、衝撃、恐怖と謎に包まれる廃村、廃村松田村にて行方不明者捜索事件。友人を追ってた、追ってたどり着いた廃村の謎。あ、生きてたんだ、タケシ。そう思ったら。おう。もう、タケシが親友、光氏、失踪うんぬんかんぬん。もう、ここら辺はちょっと読まないけど、パーパーっと斜め読みしようか。あ、廃村の奇妙な原因へ。おう。謎の、気配に、追われたと。まあ、それはあの、テレビクルーなんだけど。異様な静けさと現実との錯覚。ああ、幻影を目の当たりにした。で、最後に発見された光石の根結石は、
タキシは彼の残した奇妙なメモを発見し、ヒカル氏が何かに気づいた可能性を示唆している。警察は村での新たな捜索を開始しているものの、インタビューを応じることはなかった。タキシ生きて帰ってんじゃん、なんか血ついてんな。あ、こぼしたのか。袖引き新聞で特集されるってことは、シュン、あ、あ、シュン。ごめんってごめんって。じゃあたけしはあの後生きて帰っ、あ、そうだそうだ、バカ、そうじゃん、あのテレビクルーと仲良く帰ってちゃじゃん。あ、なんだ、あ、そうだそうだ、普通に帰ってたわ。 あ、なんだろうこの記憶、みんなやられたと思ってたわ。そうだそうだ、あ、じゃあうまくやってたんだ。あ、で遺作である旧看板を作ったと。よっ。ああ、ゆうくん、どういうとこからよく来たね。おじいちゃん久しぶり。僕ももうお腹ペコペコで。そうかいそうかい。今おばあちゃんがカレーを用意してくれてるよ。この部屋の隅にある座布団の上にリュックを置いて、洗面所で手も洗って夕食の準備を済ませておいて。指示中。指示中。おじいちゃん結構指示してくるね。どこだっけ。ああ、まあちょっと走るか。あ、でもそうか、キッチンにあったな。こっちか、これか。でも洗った、はい。リュック、あ、そうか、リュックを置かなきゃいけないんだ。先にリュック置け。ああ、まあ常備灯って大事だよな。え？座布団の上に？あ、違う違う違う、座布団でこっちか？あ、こっか。カレーできたわよ。ちゃぶ台に置いておくね。ちゃぶ台返し。お、いいね。おかずが欲しい。あ、ちゃんと準備できて偉かったね。さあさあ、熱いうちにお上がりなさい。お上がりよ。OK。お肌けするかもしんねえな。それじゃあ早速いただき。うわ、福神漬けが乗っていないじゃないか。僕は福神漬けがないとカレーが食べられないたちなんだ。これは今すぐおばあちゃんにもらいに行かないと。なかなかこだわりがあるね。おばあちゃん、福神漬けください。あら、ごめんなさい、のせるの忘れちゃってたみたい。別でください。あー、ゴリゴリの添加物だな。塩分 5% カット。もともとどんだけ入ってたんだ。もともとえらい入ってたのか。チャツネの甘さなど お遊びに過ぎない。なるほど、チャツネではダメだと。よくわかんないけど、これがなきゃ始まらない。共にスパイスに立ち向かう真の相棒。ユウくんは福神漬けがないとカレーは食べられないタチなものね。嫌なタチ、カレーならいいだろう。あ、気のせいか、キャベツだ。うい、ファッ、これでよしっと。あ、バスターファイブの時間だった。おじいちゃん、テレビつけていい？いいよいいよ、好きな番組を見ながらお食べ。みんな食わないの。湯気が湯気、ゴーン戦隊バスターファイブ。そこまでだ、ブラックメタル将軍。お前は街を壊しすぎた、ゴロゴロだ。あっはっは、ボロボロだ。しかしまだ足りない。受けよ、お前たち、破れかぶりだ。もっと本気出せ。まさかブラックメタル将軍が巨大化するなんて、大体あるだろそういうの。カレーも美味しくてお腹いっぱい。そうだ、おばあちゃんにお皿持っていかなくちゃ。綺麗に食べたね、えらいね。ごちそうさま。あちゃちで、とても美味しかったよ。お皿まで持ってきてくれたのね、えらいわ。おお、なんだ、ごめんなさい、大きい音でびっくりさせちゃったわね。夜間がチンチンになったからピーってなったのよ。はい、止めろ。チンチンでピーなのか、そこはいいよ。そうよ、とっても暑いからゆうくんはコンロを触っちゃダメよ。さあさあ、お風呂の準備ができてから入ってきちゃいなさい。あの導入でさ、もう30分かかってんだよね。
そう思ったらちょっとゆっくりしすぎたか。チンチンでピー。まあ。パンはリュックに入れてくれるんじゃなかったし、あ、パンツね。チンチンでピー。あ、ごめんね。パパから聞いたんだけど、一人でお風呂に入るようになったんだって。少し汗をかいただろうから、しっかり汚れ落としておいて、一緒に入ろうよ、じいちゃん。チンチンでピーしようぜ。バッサファーイブ。僕のコレクションで一番のお気に入り、小さくプリントされたバッサファイブが勇気を与えてくれる。ああ、そうなんだ。まあまあ、そういうのは大事かもね。一人でお風呂か。いずれ、怖いっていう感覚はまあないけどね。まあ定期的にこうシャワーを浴びてるとなんか怖くなってくるけど。なんだ、どうした。はっ、普通にホラーじゃねえかお前。お、すごい足、手を使わずに。風呂入らせてくれ頼む。おじいちゃんどうしたの。ゆうくん怪我はないかい。僕は大丈夫だけど、おじいちゃんその格好は一体。それをお風呂場の先にいたのは誰なの。僕なんだかこの家が怖くなってきちゃった。ごめんよ、こんなはずじゃなかったんだ。こうなった以上はゆうくんに話さなければならないことがあるんだ。おじい、気持ちが落ち着いたらおじいちゃんのお部屋に来てくれるかい。そこで全てを説明するからね、待ってるよ。もう全然もう責められてんじゃねえか。もう風呂入ってねえよ。パンツせっかく履こうと思ったのに、いやーっつって、ダン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 って、あれどこ行った。ジジイ、まさかジジイの部屋ってこれか。嘘だろ、違ったわ。こっちはもうかっこいいね、座り方がよ。話せジジイ。ゆうくん気持ちは少し落ち着いたかい。まだちょっぴり怖いけど大丈夫ね。お話って何なの。よし、遡ること1000年以上の前のお話。日本がまだ平安時代だった頃、実はゆうくんのご先祖様は不思議な力を持つ陰陽師だったんだ。名は足立実盛、現在の政府機関にあたる朝廷に仕えておった。君難しいな。その実力は確かだったか。楽器を使った独自の術が異端とされ、ほう、ついに朝廷の仕事を追われることになってしまう。昔から楽器は使ってただろう、結構。そして本題はここから。ふーん、いいね、昔話だ。その後実盛は全国を旅しながら怪異にまつわる相談を受け回っていた。ある日、袖引き山で妊婦がさられる神隠しが頻発していると相談を受けた。この山に赤子の生き物に執着を持つたたり神カボメ様がいるという噂が立っており、実盛は急いで山へ向かった。袖引き山に入ってどれほど歩いただろうか。日はすっかり暮れてしまった。体重の8倍くらいある大量の楽器を背負っていたとされる実盛をめちゃめちゃ持ってんな。雑に持ってんな。おい、なんだっけあれ、ウィーンってなるやつ。尺八じゃなくて忘れたわ。あとピア、現代のウェイトドローイングの常識すらはるかに超える重量性で、疲労は限界に達し、その歩みは牛に嘲笑されるほど遅くなっていたが、言い回し方すんなよ。畜生、この太鼓だ。このでかい太鼓が妙に重いんだ。もはや焼けっぱちになり、商売道具の楽器にすら憎しみを抱き始めた瞬間、遠くに上がりの止まったボロ小屋を見つけた。小屋を訪ねると、女が一人で暮らしていた。どんどん言ってきた、めっちゃ。事情を話すと、今夜の寝床と食事を心よく用意してくれるという。食事を取り終えてしばらくくつろいでいると、女がニュッと立ち上がり話しかけてきた。それでは私はまだ仕事がありますので部屋に戻ります。大事な仕事ですのでどうか覗かぬようお願いします。爪止まってない。そう告げると、女は部屋の暗がりの中へ消えていき、扉がスッと静かに閉まった。一人になって部屋の中を何気なく見渡す。部屋の隅に女の暮らし部には見合わない貴重な絹や織物が積まれているのを見つけた。もしや旅の者たちが宿のお礼として置いていったものだろうか。しかし渡せるようなものは何も持ち合わせていない。そうだ、女に演奏を聞かせてやろう。仕事で疲れも溜まっておるだろうから、林で少しでもいたいねぎらおうじゃないか。ねぎらおうかな。
そう思い立ち、演奏の準備をそそくさと済ませ、うっかり作業部屋の部屋を、作業部屋の扉を開けてしまった。開けんな。おーい、急にガチじゃん。その瞬間、赤黒い闇が周囲を襲う。女の正体はたたり神、カモメ様だった。音でけー、しまった。闇はさらに深まり、サネモリ自身が神隠しに遭ってしまっていると瞬時に判断した。眼前に迫る能面のような表情の女を押しのけ、準備していた楽器を持て向かって全力で走る。それはもうワンマンバンドのごとく、一人で演奏するには完全にキャバオーバーの 音数と音量で猛烈な囃子を披露するサネモリ。ピーピーピーキャラリージャンジャンジュッとトピーピーピーギー、絶叫を上げながら苦しむカバエ様の反応を見逃さなかったサネモリは、さらに演奏の勢いを増していく。すごい、今だ、いやー。サネモリが力の限りそう叫ぶと、カバエ様を三途の川のほとりまで吹き飛ばし、扉の中に何とか閉じ込めることができた。三途の川のほとりまで吹き飛ばしたんだ。扉の閉まる音を聞いて思わず胸を撫で下ろし、油断したその瞬間だった。ガンガンとする頭痛と同時に、頭の中でカボメ様の声が響き渡ってくる。貴様の一族に松代まで呪いをかけた。今後一人目の子は必ず男児が生まれる。その一人目の子が6歳の誕生日を迎えるまで二人目の子を出産しなかった場合、その男児は死ぬ。なかなかなこと言うな。そして二人目の子は必ず女児が生まれる。二人目の子は我が憑依し、より城として生き希望を作る道具として利用させてもらう。最後に決して一族全員がこの土地を離れることがあってはならない。そう言いでこそ声は止んでしまった。サネモリは都に妻と3歳になったばかりの息子を残していた。後日二人を袖引山に呼び寄せて、この土地で一緒に暮らし始めた。一人目の子が6歳の誕生日を迎えるまでに二人目の子を出産しなかった場合、その男児は死ぬ。その言葉は引っかかっていたので、すぐさま二人目をこさえると、呪いの言葉通りにジョージが生まれた。何事もなく穏やかな暮らしを告げていたが、ジョージが12歳になったある日、忽然と姿を消してしまった。ドゥッドゥッ、うん、この呪いは今も現存しておる。パパの妹のナオコも13歳になったある日、姿を消してしまった。ナオコおばさんって人がいるなんて知らなかったよ。そんな呪いがまだ続いてるなんて、お前理解早いな。6歳でしょ、なんなら6歳なんかな。けどそんなに危険なら僕おじいちゃん家にいない方がいいんじゃ。それがそうとも言えなくてな、これ以上は長くなってしまうから後ろの本題を調べておくれ。さっき見たね。もし内容が難しかったらまた明日ゆっくりお話ししようね。お風呂入らせてくれや。まあここら辺は見たよね。まあ一人で演奏するのはなかなか難しいよ。まあここにいなきゃいけないってことね。森地よ、なんでこれ捨てたんだろう。いや、ああもういいです。めちゃめちゃ盛り上してやる。じゃあおやすみ。あー、なかなか普通に攻め込んできたね。あ、ちゃんと正面が見える。あ、これはいいんだけど、おばあちゃんはあれいない。3人目とかどうなんだろうな。まあ、3人目を作るしかないんだろうな。あ、ここにもあったわ。あれ、おばあちゃんはお風呂かい？いなかったわ。まあ、もう寝るしかないのかな。まあ、ここなんだけど。この家で封印したのかってな。よく今まで潰さなかったな。長い間。そう思ったらそうだよな。この家、1000年前からあんの？引くねえ。どこで引いてんのよ。おや、お話し少し怖かったんじゃない？大丈夫だった？それじゃあもうお休み。お布団はこの寝室の一番奥に敷いてあるのを使ってちょうだいね。はーい。寝ますか。てん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 。おばちゃん、今日は大変な思いをさせてごめんなさいね。怖くないように豆電球にしようか。豆電球って懐かしいな。おばあちゃん向こうにいるからね。何かあったら声をかけてちょうだい。ここにいろ。うん、おやすみなさい。まさか自分のご先祖が陰陽師だったなんて、お前理解早いな。それにカモメ様の呪いで、ナオコおばさんがより城にされるなんて、
突然すぎて正直ついていけないよ。まあいけねえよな。襲われた時は怖かったけど、ナオコおばさん取り憑かれているなんてかわいそうに。ああれナオコおばさんなん？ああそうか、パパの妹だからか。もうすぐ生まれてくる赤ちゃんだってナオコおばさんみたいになっちゃうのかな。こんな時バスアレットならどうやって戦う？ダメだ、すごく眠いや。また今度パパのお友達のゴーさんと哲夫さんにも相談しよう。やつらは今多分頑張ってるぜ。どんちゃんどんたんつって。ますか、裏世界に行くのか。あれ、おばあちゃん、めちゃめちゃ責められてんじゃん。おばあちゃん、おばあちゃん、え、ここは一体。確か寝ていたらカボエン様がそばにいて。ダメだ、思い出すと怖くて涙が出そうになっちゃう。とにかく誰がいないか家の中を探そう。裏世界に行ってしまったようだね。トゥルルン、床に落ちるのはなんでだろう。確かに、あれ、懐中電灯の近くに紙人形みたいなものが落ちる。橋書きに何か抱えてみた。ほう、え、ユウくん時間がない、急いでキッズ携帯を持っておじいちゃんの部屋に来るように。式紙、おじいちゃん、気付けたらパパはリックに入れてくれていてたはず。リビングの隅に置いたままだが取りにも行こう。うん、なんかだいぶ暴れた跡があるな。さあこっからはどうなんだろうな。なかなか本格的なホラーが始まるんじゃなかろうか。おっ、いやー、ホラーじゃねえか。おい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 、たけしホラーじゃねえかこれ。もう誰だよ、コメディホラーかコメディかとか言ったやつ、ホラーじゃねえかお前。普通にバレたな。しゃがむとかねえのか。まあ見つかってから逃げるしかないか。いや、なんかねえかな。トイレだ。え？普通にこれでバレたのか。まあ見つかってから逃げるしかねえよな。一周するか。あ、じゃあちょっとあれだな、この見つかる場所を変えてあげればいい。見つかってからおじいちゃんの場所に行かなきゃいけない。よっ、ケーキ。うえ、どこまで行く？え？こっちからバレねえんじゃねえか。バレるね。あれ、ちょっと待って。なかなかシビアじゃない？逃げるの。ウェー。どうしようかな。なんかもっと先にこいつを封印できてねえじゃねえかお前。本当に何やってんだサネモリ。まあでもそういうことか。じゃあ行きましょう。はい、早いね早いね。あれ早いね。あれ早いな。え、結構全力で逃げたんだけど取りに行けねえや。おっ、ブーン、取りに行けねえぜ。なんかねえか。ブーン、これは今は禁止場合じゃなさそう。普通にきつくね。携帯取って。携帯取って。やばい、なんか俺、急に冷静になってきた。じゃあもうスパパって。ダメじゃないかお前。え、
うん？こっちからかじゃあ。こっちから回るか。はい。でも早いなこれ。この距離で詰められるんだもん。あ、いけそう。いい。スタートしか感じ。はい。コーナーを攻める。コーナーを攻める。はい。おじいちゃん、おじいちゃん部屋どこだっけ？おじいちゃん。おじいちゃん。ふい。え？出ろって。あ、無情。無駄に2周しちゃったぜ。こっちからだったらいけたな。もうなんか別の競技してるみたい。ふっふっふ。あ、取るの忘れてた。あ。ぽっこい。ぽっこいわい。まあ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 。もういいでしょ。茶番はこれまでよ。まあ、なかなかね。ホラーって怖いから。うい。俺のスピードで。なんとか。避け切ってみせる。はい。あれ？はいはい。ちょっと待って、一回、え、どういうこと？一回巻かなきゃいけないのか。ふう。はい。何？リアル電話やめて。リアル電話やめて。リアル電話来てる。なんでこんなんいつまでやらいいの？お、パパ、え、パパ、コーナー差をつけ、おいおいおいコーナーで差をつけすぎたわ。よし、うわあ！ちょっと、え、これどういうこと？これ逃げれんのか、もしかして？いけー！いや、ちょっとなんか見逃してんのかな？さすがに何回死んだよ。やめろ。あ、そういや確かに音鳴ってたよな。おばあちゃん、危険を承知、応じてください。正義の炎、バスターファイヤー。ん、あ、違う、この瞬間だ。なるほど。なんだよたけし、誘導してくれんのね。止めてんじゃねえか、止めてんじゃねえか、お前。確かもう。しっかり止めんな、わ。カモメ様よ。はい。オッケー。ちゃんと止めんな。リッチだな。なるほど、これで、なるほどね。ちゃんとあったのか。ごめんな、疑って。パパ、あとつながった。ゆうくん、無事だったかい？何回も殺されたよ。パパ、一度しか伝えられないから、注意深く落ち着いて聞いてね。今、ゆうくんは神隠しに会ってるんだ。手を尽くしたけど、直接現世へ連れ戻すは厳しそうだ。はあ。そこで唯一現世に戻る方法を使えるよ。家の奥にある大札まみれの扉はわかるかい？実はこの封印された扉はあの世につながっているんだ。あの世のどこかには三途の川があって、この、その近くに、現世の出口がある。ほう。だから、扉の封印を解いた先から出口を目指すんだ。怪しいな。大丈夫か？けど、扉の封印を解くなんて僕、できないよ。
安心してゆうくん。実はご先祖様から伝わるお囃子にヘビーメタルの力を融合した最強の囃子を完成させたんだ。その名をクソデカ囃子。この囃子の長さは誰でも凄まじい磁力で扉の封印を解放することができる。それに騒音が苦手なカポメ様は囃子が流れている間は身動きを取れないはずだよ。その間に三途の川への道を探すんだ。分かった、やってみるよ。でも音楽はどうやって流せばいいの？音源データをキッズ携帯に送信しようとも考えたけど、データダウンロード機能が端末に用意されていないようだった。おう、そこで通信環境がなくても使えるミュージックプレイヤーにクソデカ囃子を転送しておいたよ。どういうこと？どうやって転送したんだよ。だから通信環境ねえのに。ミュージックプレイヤーパワーの部屋の会話の途中でパワーとの通話が広げてしまった。メモしておいた。お前なんか優秀だな。まああれだよな。え、もうあいつうろうろしてんの？まあいっか、うろしてなさそう。これがペルペンカエルだ。音楽の力で扉の封印を解けてパパに言われたけど、とにかくお船を扉まで行って何か流してみよう。おーい、まあこれはもう異世界なんだね。いやー長い戦いだったわ。そうか、そういや夜間の足してたもんな。スティック回し選択、ヘビーム、将軍、トリビーム。何しようかな。あ、これどう？え？え、これダメな？ダメじゃん。違う違う、カシャムつけて。あ、義兄弟。いや、まあ確かに、あのお札的にはこれだ、あれだったな。もうおとなしくここにすっか。でで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 でいいね、盛り上がるね。え、これ、え、ずっと一緒？あ、この間に行かなきゃいけねえみたいな。え、俺のイヤホンがぶっ壊れる。あ、食らってる。え、これも行くしかねえのか、このビッグウェーブに。行くぜ。これか。うぅ、曲調変わってく、盛り上がってくぜ。まあ、この時間内に行かなきゃ。お、めっちゃメタル、なんかめっちゃ見にくい。めちゃめちゃ切ってる。これはこれか。ドゥーン、最後の聞いておきたかったね。なんならもうちょっと。うるせえなこれ。行くぜ。うわうわくそでけえな。おい、俺はチンチンでピーだわ。そらもうピーなるわ。いねえな。イヤホンがぶっ飛ぶんだけど。で、ここはまたあれか。ほい、戻ってくるね。あ、え、なんか来た。おお、カモメー。なんかボス戦か。いけじゃあな。すげえジャミ、おう。いや、ことは違うだろ。ことは違うだろ、ジャンルが。帰ってきた。ここで弾いてたのか。山じゃねえじゃん、お前ら。わ、ブラックメタル将軍、パパ、助けて、パパ。ゆうくん、目の前にいるのがパパだよ。そこ、化粧する必要あった？メイク。え、パパ、なんでそんな格好してるの？これは、袖引き山の火山灰を顔に塗ってるんだよ。奴に挑むのに、万全を期して、友達二人と取りに向かっていたんだ。あの顔はちょっと、火山灰はちょっと危なくねえか？そうだったんだ。僕びっくりしちゃった。余計に疲れさせてごめんね。みんな心配しようが声だけかけてあげて。
ああ、じじい。よくよくご無事で守ってやらなくてすまなかった。うん、大丈夫。パパの林のおかげで助かったから。ありがとう。本当に優しい子で、おじいちゃん嬉しいよ。しかし、ヘビーメタルが、林の力をこれを強めるとは驚いた。なお子奪還のため、全力で行かせてもらう。あ、まだこれから奪還しなきゃいけねえからな。おばあちゃんごめんなさい。かぼえさんの気を引くためにチンチンでピーしちゃった。ゆうくん、よかった。自分の身が危ないときは、そんなの気にしなくていいのよ。勘違いしない。おばあちゃん、もうクタクタでしょ。パパの近くで休んでなさい。やだよー。ゴーさん。おう、心配したぞ。けどやりとくなんて、ゆうくんは本物のヒーローだな。ありがとう。普段からバスター5ごっこで鍛えてるからかな。きっとそうだろうな。さあ、ここから大人に任せてくれ。おう、元気？なおこさん。あ、そういうことか。恋人だったんか、あいつを。ダメだ、完全にモードに入ってる。そっちしとこう。あー、そうか、そらしゃあねえが取り戻すための戦いなんだな。鉄尾よ。え、鉄尾だっけ鉄尾やったわ。そうか。これは応援せざるを得ないな。疲れてるのに、みんなに挨拶できて偉かったね。来る。普通にこっちに来るんだ。やべえじゃんか、大丈夫か、この人数で。本当にでかくなってる。ゆうくん下がっていて、ホームのクソデカ林をお見舞いしてやる。え、ちょ、え、なんだ、おとげは、ミスたし、LB ってなんだ。あ、これか。やばい、コントローラーでやるもんじゃないかもしれん。ちょ、待ってくれよ。コントローラーやるもんじゃないかもしれん。これは。今だけは、こっちの方がいいかもしれん。今だけはコントローラーじゃない方がいいかもしれん。なんか、よくわけわからなくなったもんな。コントローラーがいいのかな？いや、わけわかんねえわ。まずコントローラーの設定からわかんない。いや、もういいや。コントローラーでやろう。まずこう、なんか、いいんだけどさ。急に。もっとなんかボタン配置なかった？全部トリガーなんだけど。L1、L2 みたいな。こうでこうか。OK。はい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 、めっちゃ乗ってる。お前も乗ってんのかい。お前も乗ってんのかい。あ、わからん。全然わからん。これパーフェクトするやついるんだろうな。ボタン間違える。普通に頼む。全然曲が頭に入ってこん。ごめん、間違えた。はいはい、これ多分スノーだろうな、作ったの。これコンボで話変わってくるのかな。そうだったら嫌だな。ああ、結構日本語なんだ。結構日本語なんだね。音ゲーやったことねえんだよ俺。あ、どっちが。はいはい、水？あ、なんか一応呪力回復してんだ。てん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 、はいはい、
お、いいね、鉄王乗ってる乗ってる。ごめんな、俺があまりも乗れなくて。結構長いな、おい。長めの曲だな。あ、これで攻撃してんのかな、もしかして。あ、いいね、乗るね。来ちゃったわ。うん、なんかありそう、この曲。あ、間違えた。これボタンがさ、ちょっと待って、むずいむずいむずい。ほい、なかなか長い曲やるね。惜しいな、なんかフルコンボ行きたかったな。食らってんのかい。いや、これでナオコは取り戻せるのか。あ、すごい。え、これ完全除霊できたってこと。ナオコ何歳今。結構いい年だって。12歳から鉄をね、少なくとも12、3歳からね、このナオコを探してたんじゃないの。結構いい年なんじゃない、もう。ほら、みんな久しぶり、みんなのおかげで帰ってこいた。うん、元気。なんかいろいろあるだろう、もっとなんか失った時間がさ。うわ、ナオコさん、鉄道さん、そんなに泣いて助けてくれて本当にありがとう。それからユウくん、さっきは本当に怖い思いをさせてごめんなさい。カボエン様はついてるだけって聞いてたから大丈夫。おかえりなさい。優しいのね、ありがとう。腹減ったな、なんだかお腹空いちゃったみたい。まあ、まだカレーの残りがあるわよ。え、母さんのカレー、福神漬けもある。もちろんあるわよ。ユウくんも福神漬け大好きだもんね。福神漬けが好きなの、ナンコさんも同じだったんだね。え、おばあちゃん、僕もお腹空いちゃった。え深夜だけど今夜は特別ね、みんなでお屋敷の時間にしちゃいましょうか。あ、やったー。なんだがっつくねえよ、ジジイ食え。その角度は無理だろ。まあまあ、ゆうくん、お待たせ、福神漬け大盛りしといたわよ。おばあちゃんありがとう。やっぱりみんなで食べるカレーが一番だよね。これカレーの宣伝か、もしかして。おお、終わった、いただきます。そう、デカ林だった。作った人ハーデコード、たけし、相変わらずちょっとぶっ飛んでんな。でもね、いい曲、最高の弟大地、誰だよ。ナオピアン、トリクリエイターズベイチ、弟か。あ、いいな、そのアイコン。宣言のゲームクリエイターになるべく挑戦ガイド爆心中初行動、次回作品を聞いて圧倒的に宣言。あ、そうそうそう、あ、そうなんだ、頑張ってマジで。はちゃめちゃでいろいろと大変なこともあったけど、ついに僕のお家に男の子の赤ちゃんがやってきました。あ、そうなんだ。女の、あ、呪いは解けたってことだよね。僕のお家では弟が生まれることはとっても嬉しいことみたいで、みんなすっごく喜んでいました。明日はおじいちゃんたちが僕のお家に遊びに来るみたい。みんなで赤ちゃんと遊ぶのを楽しみ。いつか弟が大きくなったらバスター5ごっこできるかな。もちろん僕はブラックメタル将軍で。ああ、やられる役の方か。だってこの間のパパたち大人がみんなかっこよかったんだもん。なるほどな。いや、いい、なんかいい話を聞いたわ。うん、帰ってきた普通に。続きか、続きからなんかねえよな。なんかよくあんのよ。大手ねえし。あ、おったわ。はい、というわけで、クソデカ林でした。相変わらずぶっ飛んでるし、ゲーム性がね、すごくあってさ、めちゃめちゃ面白いわ。ね、適度に怖がりながらも、実は全部ぶっ壊してくるみたいな話がめちゃめちゃ面白い。いや、これはマジで応援よ。ということで、皆さんも、このクソデカ林、あのデスメタルを攻略してください。では、また次回頑張りましょう。バイバイ。